もう1ミリも笑ってくれませんでした。ちょっとボケたつもりなのに。いつぶりになるんですかね。けど結構オフシーズンとかちょこちょこ顔出してる時あったんで、それがいつかは覚えてないですけど、何年かは行ってないはずです。帰ってきて1ヶ月ちょいですね。まだ行ってないです。やっぱ行く時はド派手にやっぱ行っちゃうわ。いや、そんな緊張してない。多分あの先生目の前にすると緊張すると思いますけど、今はもう全然余裕です。あと生徒のサッカー部のみんなの前で喋るのがしっかり喋れるからもう不安で不安で仕方ないです。夏すぎじゃないですか。インターハイ予選終わって鳥取県大会の、その後は3年生だけ進路相談みたいなのがあって、なんか最初に俺と庄司だけ呼ばれて、そしたらそのオファーがあるっていう話を聞かされて、まあ、そこから何日か考えてみたいな感じで、もうそれで決まったんで、インターハイの県大会終わった後にはもう決まってましたね。まあ最初、まあ、高校の時はもうプロ行けたらいいなと思ってましたけど、まあ行きたいとも思ってましたし、けどまあそれが本当に現実になってびっくりしました。まあその前に練習参加とか行かせていただいてたんですけど、まあそれで正式なオファーが届いたのがその夏明けだったんで、そうですね、一応学校の進路相談は進学で希望出してたんですけど、やっぱ大学行くとなるとやっぱまた勉強どうちゃらこうちゃらっていう話よく聞いてたんで、ちょっと勉強やだなと思って、まあ、なるようになるかと思ってたら、まさかそのフロンターレから来れたんで、それだったらフロンターレ行って、ね、サッカー夢叶えれたんで、そっちすぐ即答しました。まあ、八戸に行った時にその移籍決まったことで、で八戸で仲良かったやつが、お前絶対地元帰るんだからめちゃくちゃ連絡んじゃないみたいな話してたんですよ。さすがに来るでしょって俺もその時自信持って言ってたんですけど、発表になって携帯見たら2通しか来てなかったんですよ。あれ俺嫌われてんのかなと思ってた。まあ1年生からもうまあバカにされるような、まあお茶系キャラでしたね。まあ今とあんま変わんないですけど。どうよ北高。変わってないです。こんな感じでした。俺がいた時も俺が私の同期の庄司です。なんか誰かに似てない？え、あれ大久保です。めっちゃそっくりでしたもん。俺だから最初こっち来てユウと会った時に、え、これ初めて会った顔じゃねえなと思ってて、そしたら向こうから俺庄司に似てないですかみたいな言ってきて、あ、そうだってそれで気づいた。はい、めちゃくちゃ似てます。ここは私が来ました。6年ぶりに、鳥取に帰ってきました。米子北高で、まあ、ここ3年間、しっかりサッカーと勉強と、両立して、まあ、今までこうしっかりサッカー選手してやってきました。今回帰ってきて、まあ、まだチームの方には、まあ、結果っていうところで、まあ、恩返しできないんで、これからしっかり頑張って、J2 昇格に向けて、頑張っていきたいと思います。ちょうど選手権に向けて今ね、このコロナ禍の中でね、なんとか選手権ができるんで、そこに向けての今準備段階に入っているんで、またこの後9月の結果を出すというかな、はい、本当すごい励みになるんじゃないかなと思って、ぜひよろしくお願いします。はい、あれ多分感じです。多分長い。大体違うとこから来てます。ダメダメです。でも体力やっぱり上がりましたね。ラケットと体格も、ね、あの庄司と二人は結構抜けとった。フィジカル的なものは抜けてたし、やっぱ走り続けることができたのは、大体相手のセンターバックが走ってたりとか。するので最後やりきれるっていうところ。龍拳の時もそうだったな。そうですね。龍拳で柏でやった時の相手センターバックはやっぱちょっとそれでお前嫌がって最後。そういうタイプなので、プロ1年目の時も電話かかってきたの。
あすごいっすよって、あのヨーヨートレーニングテストで今できちゃう。へぇー、プロダーで電話かかってきて、カブすごいよって言って、中村健吾も言ってたわ。そうそうそう、受けて、あの3000の時のインターハイ、そうです、確かね。でも、他人が入ったけど、フォワード陣刺激になってた。いや、そうなんですよ。もう帰ってきた時に、田口と、大久保が、あれこいつら、こんなめちゃくちゃできるじゃんって俺、あれと思ってたさ。で、点取るし、でこいつ、すごくないと思って、いい刺激になってくれてるんだと思います。それは外が言うことだって。俺が言うことだよ。お前が言うことではない。お前が言うことではない。お前が死ぬ気だ。まあ、J2 昇格で個人としてはやっぱ、まあ、鳥取で点取れてないんで、まあ、それも点取ります。おい違う。こんにちは。皆さんは知ってるか分かんないですけど、米子北高校卒業した、庄司じゃない方の谷です。よろしくお願いします。すいません、しょうもないです。まあ、今年はこういう、コロナっていう中で、まあ、サッカーできることに感謝して、まあ、皆さん選手権出れると思いますけど、まあ、その選手権できるのも、まあ、いろいろな方のおかげですし、まあ、そういう方々にしっかり感謝っていう、まあ、気持ち持って、まあ、しっかり戦ってきてください。僕たちが出た時は、1回戦で負けてしまいました。自分も全然実力を発揮できなかった舞台なので、皆さんには、確率じゃないですね。一つでも、みんなと一緒に戦えるように、頑張ってください。応援します。この度は自分たちのためにボールや、消毒をいただきありがとうございました。選手権優勝に向けて頑張っていきます。よつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ。あ、すみません。100人って多いっすね。どうぞ、来ると思います。もう1ミリも笑ってくれませんでした。ちょっとボケたつもりなのに。すごい眼差し見られるんで、俺逆に悪いことしたなって思った。